はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力の生の声を発信していくチャンネルになっております。この動画を見ていいなと思ったりだとか面白いなって思ったらグッドボタンとあとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、インドの大学院出てインドで授業を行ってこれからも行おうとされている千田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単な自己紹介をお願いできますでしょうか。千田と申します。よろしくお願いします。で、僕はですね、インドに行く前は普通に日本の大学に卒業して、その後にインドの大学に行きましたと、で、そのインドの大学に2年間行った後に、2年間その後人材紹介会社をやってましたと、その後に4年間インドに行きまして、その後に地域おこし協力隊っていう、総務省からお金をもらいながら自分の好きなことができるという夢のような制度なんですけど、そこに今1年ぐらいいまして、でその後にパースルっていう会社の人材紹介会社ですねの投資部門の CVC ってよく言われるところなんですけど、そこに行きまして、でそこも辞めてセレスっていうところで投資業務をしまして、で今はそのダオローンチっていう暗号資産関係の会社ですね、で今働いておりますと、で1月31日2週間後ぐらいにインドに行きまして、なるほど、っていう流れになってます。なるほど、まあ、ずっと関連しているのはスタートアップ関連の仕事をしてるって感じです。自分でスタートアップやったり、スタートアップ支援したりで自分でまたスタートアップやったりっていう形のをやっておりますと。ありがとうございます。じゃあ早速なんですけれども、まず千田さんがそもそも国際協力、まあこれは海外っていうところに言い換えてもらってもいいかなと思うんですけど、そもそも国際協力とか海外に興味を持ったきっかけって何かあったんですか。もともとそのずっと18年間ぐらい僕はちょっと柔道をやっていて、その中で海外見てみたいっていう思いもどんどんあったので、そもそもなんか海外に行きたいなとか、海外にものすごく興味があって、で、まあ、インドに行ったきっかけは幼稚園の年長から大学4年生までずっと18年間ぐらいずっと柔道やったんですけど、で小学生の時には全国優勝したりとか、高校の時とかはインターハイで8ぐらいかなったりしたんですけど、でその中 で大学までやってて自分の限界やっぱ感じ始めて、大学4年生ぐらいからグズグズしてしまって、でその時に自分を変えなきゃダメだっていうことで、どうすればいいかなといろいろ読み漁ってたら、大前健一さんの文章で3つの間を変えれば人は変わるみたいな感じ で、その3つは人間関係、時間、空間の間を3つ変えれば人って一番変わりやすいよねっていう話をしていて、じゃあ一番遠いところはどこかなって言って、インドやなみたいな人間関係とかそうだし、時間感覚も違うし、空間も全然違うじゃないですか。だからそこに行こうってことでインドに行ったっていう、ね、なるほどね。これ実際なんですけど、いろんな国あるじゃないですか、インドパッと思いついたのって何かあったんですか。これはですね、柔道やった時からメンタルトレーニングやってくれてた先生がいて、インドいいんじゃないみたいな海外行くんだったら、そうイギリスとか行くより絶対インド行った方がいいよって。はい、確かに一番離れてるしいいかなって思っていいなと思って。なるほど、そこで行った感じですね。実際千田さんはインドに行こうっていう前にいろんな国とか行かれてたんですか。いや全然行ってなかったですね。あ、じゃあ初海外か。でも高校の時修学旅行とかアメリカとか行ったり、旅行で韓国行ったりしたんですけど、初海外ですね。初海外でインド行って。なるほど。じゃあ大学卒業して就職っていう選択肢はせず、大学院をインドで決めようっていう感じになったんですね。そんな感じですね。実際大学卒業してから大学院インドだと思うんですけど、ここにブランクってありますか。ありますね。まあそれこそ語学学校行ったりしたので、まあ、1年間間空いてますね。そもそもインドって大学のスタートが確か7月か8月なので、そもそも結構ずれてるんですよね。なるほどなるほど。じゃあ語学学校で英語っていうところに対しての語学、あ、そうですそうです、の学校に行って、その後インドの大学院に行ったって感じですかね。そうですね、インドの語学学校に行って、ね、大学院に行った感じ。なるほどなるほど、はい、実際インドの大学院ってどんなのなのかっていうところもちょっとお聞きしたいなと思って、インドの大学院周りに行ってる人ってあんま日本人でいないと思うんですよ。いないと思いますね。ちょっとどういう応募したのかっていうところも含めて聞いてみたいなと思ってるんですけど、インドの大学院に行こうってなって応募するじゃないですか、インドの大学院の試験ってどんな感じなんですか。試験めちゃくちゃ簡単でしたよ。英語の試験みたいな感じなのと、あとは提出物としては何専攻したのかとか出してで以上って感じだったかな。あ、そうなんですね。面接もなかったですか。あ、面接はさすがにありました。あ、面接はそういうことです。じゃあ資料としては英語の成績と、あと大学時代の成績と、まあ、高校まで持ったかな確か。あ、そうなんですね。なんか推薦状とかもいりました。推薦状いらなかったです、普通の大学ぐらいのイメージな感じかな。じゃあ実際大学時代は専攻は日本大学って法学部ですね。あ、法学部立やってて、インドに行った時に経済学部に行ったって感じですね。なるほど、そうなんですね。じゃあそこはそんなにシフト変更しても問題はなかった。問題なかったですね。なるほどね。日本の大学の違いっていうのもちょっと聞いてみたいなと思ってるんですけど、インドの大学院と日本の大学院は多分比較できないと思うんで、大学の生活とか授業料とか、そういったところもちょっと聞いてみたいなと
思ってるんですけど、実際日本の大学とインドの大学とかってなんか違いとかってありますか？めちゃくちゃいっぱいあるんですけど、はい、学費がめちゃくちゃ安いってのはありますね。やっぱそうなんですね。インドの大学院の学費ってどれぐらいですか？学費が入学金が1000ドルで、はいはいはい、年間200ドルぐらいなんで。年間200ドル？ちょっと待って、入学金1000ドルでしょ。ざっくり10万だとして、はい、授業料って1年の授業料、1年の授業料200ドル？200ドルっす、ね、安すぎない？ちょっとルピーだったんです。だいたい換算200ドルぐらいでした2万円ってことでしょ。めっちゃ安いっす。やば、卒業するまで20万あれば余裕なんで。やばいね。いけますっていう感じですね。ちなみにそこってインドのデリーでした？プネですね。プネって、ね、そっか、プネか。プネはデリーからどれぐらい離れてます？飛行機で2時間ぐらいかな。はいはいはい、なるほど。ちなみにインドの大学院に行かれてて、メリットデメリット挙げるとしたら何ですかね？日本の大学行くよりはいいんじゃないかなってめちゃくちゃ思いますけどね。それはまあ授業料も含め語学力とか、授業料も含め語学力も含め、そもそも日本の大学ってなんか結構遊ぶイメージがあるし、人によるとしか言えないかな、確かにこれは。でもお金の面でも多様性を触れるっていういい経験をするっていう面でも、語学の面でもインド行くのはかなりいい選択肢だなっていうふうに思います。確かにコスパいいし、かつ英語で授業も受けないといけないですし、です、ね、まあ、あと自分を変えられるっていうところもありますよ ね。誰かに頼れないから自分で何とかしないから、ね、必死だろう、ね、本当に唯一デメリットを挙げるとしたら何ですか？日本で就職するときに、うん、そこまで年バリューが使えないって感じですかね。あ、そうなんだ。プネ大学とかあったら世界大学ランキング、はい、KOL 上なんですよ、うん、はいはいはい、でも知らないじゃないですか。まあそうね、はいはいはい、それが使えないぐらいじゃないですか。まあ、そっちの方が、まあ、日本よりも授業量が少なくなって、かつ、ね、同じレベルの授業とかも受けられたりとか、ね、まあ、あと修士号も取れるっていうところもありますもん ね。じゃあインドの大学院で大学院生活で2年間いるじゃないですか、うん、インドの食は合いました？お腹壊さなかったですか？4回食中毒になったんですけどでも4年で1年に1回ずつなんで、でも基本それは水だったんで、はい、あ、水なんですね。水が危ない、水は気をつけてください皆さん。そうなんですね、なるほど。インド食は日本食の方が圧倒的に美味しいん で4年もいたらやっぱ飽きるんで、はい、1日1食とかで頑張って収めてました。食べたくないんで、いや、まあ、節約とかじゃなくて、どこ行ってもカレーですからね。全部カレー味に確かにそうなんだ。実際やっぱり日本で仮にですけど、日本の大学院で2年間やるのとインドの大学院で2年間生活するの、やっぱりインドの2年間の方がしんどいですよね、うん、しんどい。どうなんですかね。実際千田さんどうでした2年間？全然良かったですよ。あ、本当ですか？食事面だけっすよきついの。 あとそれこそウーバーとか、ウーバーってそのタクシー配車アプリなんですけど、うんうん、10キロぐらいで200円とか300円ぐらいですし、めっちゃ便利なんですよ。で今なんかウーバーイーツとか配達系のアプリ流行ってるじゃないですか、うんうんうん、あれって2016年ぐらいにインドで1回激戦になってもう集結したんですよ、うん、ゾマトっていうのが強くなったんですけど、はいはい、何が言いたいかというと 2C 向けのアプリっていうのはインドの方が先行してて、だいぶ、なるほどね、過ごしやすいんですよ。へ、家具のサブスクとかもいっぱいあるし、インドって、はい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 、食だけっすよ本当に。なるほどね。まあ Uber Eats で送られるものがインドの食事だったら全然意味ないけど、なるほどね。そっか、じゃあまあそうやって自分の環境を変えるとか人間関係を変えていくっていうところで2年間過ごされてみて、この後のキャリアっていうのをどう考えてました？インドにいた時。そうですね、インドにいた時はインド人自体特徴としてすぐやるっていうのが特徴なので、はいはいはい、僕も結構感化されてて、で今もちょっと感化されてるのか分かんないですけど、うん、絶対起業したいなと思ってて、はい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 、スタートアップして自分で起業して、うん、自分がやりたいことで生きていきたいなっていうふうに思ってて、うん、でそれ面もあんまり変わってないというか、はいはい、自分で起業したいですしっていうのもありますね。なるほど。その2年間のインドは千田さんにとって非常にいいものだったっていう認識ですかね？そうですね、あれなかったら何してたんですかねあ、やっぱ結構そこは天気だったんですね。だいぶ天気だと思いますよ。本当に日本って行きづらいなって感じたのは、まあ、出てから感じたんですけど、うんうん、正解があるじゃないですか。電車に乗っててもここに行かなきゃダメなのかなみたいな、うんうん、どっか行っても何しなきゃダメなのかなみたいないっぱいあるじゃないですか、うんうん、就職しなかったら外れたような感じあるじゃないですか、うんうんうん、あれ行きにくいなと思って。なるほどね。インドってなんか昼間に働き盛りのおっちゃんが寝そべってるんですよ、うんうん、いや本当ねよく見るわ。いいじゃないですかよくいる。それもいいと思ってて確かに、ね、なんかそんな正解なんて時代と国で変わるじゃないですか、うん、その生きやすさっていうのはだいぶあって、はい、それを感じ取れたのが良かったかな。なるほど、ね、確かにもうぜひ海外インド行ってほしいですよね一回ね本当に確かに本当価値観も変わりますからね。3ヶ月ぐらい行ってほしい1日2日ぐらいで帰っちゃう人いるんですけど、しょうがない人も汚いんで汚いんでしょうがない。でも3ヶ月間ぐらい行ったらだいぶ変わりますね。だいぶ変わると思いますよ、うん、なるほど、ありがとうございます。ちょっとじゃあ今までは海外に興味を持ったきっかけ、まあ、それを国際協力と言い換えてるんですけどから、まあ、インドの大学院どういうことされてたのかっていうところをお話しさせてもらったんですけど、うん、ちょっと次の動画では大学院卒業した後どういうキャリアを歩まれるのかっていうところもお話しいただこうかなって思ってます、うん、はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。